はい、富士子でございます。おはようございます。久々に気づいたことがあったので、音声を取り始めました。以前ね、付き合いのあった、友人っていうのかな、お子さんがいる方でね、まあ自分の子供のことを話すときに、まあ子供っていう言葉をね、使ってて、で、子供っていうからね、まあてっきり割と小さめな、子供をね、子育て中の方なのかななんて思って、まあそんなね、子育ての合間にね、こうやって勉強会とか、参加するのね、なんか偉いな、前向きだな、なんてふうに思ってたんだけど、まあそうじゃなくって、その子供っていうのはね、もうすでに20何歳で独り立ちしてるから、だからもう自分はね、自由の身だっていうね、そういう感じの方だったんですよね。ただまあそれでもね、その自分の子供の話をするときに、息子さんだったんだけどね、息子とは言わず、子供っていう風に表現してたんですよね。で、ついついね、なんか子供って言われると、小さい子供っていうのかな、を想像してしまうので、なんかね、違和感がある感じがしてて、まあなんでこの人は息子って言わないで子供っていう風に表現するのかなっていう風になんかちょっと思ってたんですよね。子供、要は小さい子っていうのかな、自立してないというか一人前の一人の人間として捉えてないので子供っていう風に表現してるのかななんて風にまあずっと思ってたんですけど、まあ子供って言われるとちょっとね、小さい子を想像してしまうから、一人の人間として認めてないっていうことなのかなっていう感じもするのでね、息子って呼んでみたらどうだっていうふうに、その場でね、提案することもできたんだけど、まあそれは私一人の勝手な意見だからね、そういう提案することもなかったんだけど、今日ふとね、そっか、その人は一人の人間として認めてないということではなく、男女っていうね、性別の概念を考えずに自分の子供である、ただそうであるっていう意味で、子供っていう言葉をきっと使ってたんじゃないのかなっていうことに、さっきね、ふと思って、未だにね、多分会話で子供って言われると小さい子供をね、想像してしまうけれども、ただ今後はね、その子供ってワードが出てきた時にその人は自分の子供のことをね、一人前の人間として認めてないから子供っていう言葉を使っているわけではなくて、性別っていうところでね、区別しないっていう意識のある人なんだろうなっていうふうに、今後は思えるかもしれないななんて思いまして、音声を撮ってみました。何か参考になりましたら幸いでございます。いつも聞いていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。